おこんにちは、アジーンです。今回はガチャガチャの森で回してきた超リアルなコンビニスイーツのミニチュアを大量開封していきたいと思います。アジーン TV の LINE 公式アカウントでは限定動画を投稿中です。ぜひお友達になってください。超リアルなコンビニスイーツなんですが、見ての通り若干カプセルの色がかぶってますね。かぶってしまったカプセルをね、まず色分けしていこうと思います。赤多くないかい？ちょっと赤からいく。赤多いなぁ。3個がマックスかな。で、黄色か、その次に多いのが。で、あ、この辺りはね、被ってないんだ。いやー、ガチャあるあるですね。どうしてもやっぱ被っちゃいますよね、ガチャガチャはね。これ全何種類のガチャガチャかな？一番多かった、こちらの赤色から今日は開封していきたいと思います。それでは、一つ目いきます。一つ目！まず赤色、3つあります。何が3つも当たったのか、開けていきましょう。いきます。あーでもね、テーマがコンビニだから、たくさん商品があってもいいですよね。ゴミがついてる。オープン！わー！美味しそう！でかくないこれ。え？めっちゃでかい。このくらいのミニチュアサイズだと思ったんですけど、超でかい。超リアル、ザ・コンビニスイーツマスコットの今回は、あ、書いてある。ちょっと大きな和栗のモンブラン。大きいですよね。ちょっと大きな和栗のモンブランです。プリンアラモード。リッチロールケーキ。あー、袋を破くと元には戻せません。開けてくれっていうガチャガチャですね。バナナロール。これも袋って開くのかな？ミニワッフルが3個入り。全5種類だそうです。コンプできてるこれ。できてますね、多分コンプ。ん？合ってるよね。やば！ちょっとテンション上がってきたよ。わ、裏までリアルだ。じっくりちょっと見ましょうか。でね、このように今日みたいに被ってしまったガチャガチャなんですが、近々視聴者様にプレゼント企画をしたいなって思ってます。YouTube ではなくて、できれば LINE の方でプレゼント企画をね、考えています。近々バディさんと話し合うので少々お待ちください。被ったガチャガチャはね、別のプレゼントボックスに今入れてあります。結構被ってますよ、私。結構被ってんだな。うわー、リアルー。この裏、何カロリー？何カロリー台？あ、書いてない。ゼロですね。全部ね、カロリーが書かれてませんね、これ。じゃあ2つはね、視聴者様にプレゼントしましょう。うわー、すごい。これは多分スクイーズじゃないと、硬いと思います。あ、シリコンですね。シリコンだ。この粉は、あ、粉はね、あんまり触らない方がいいかも。この粉だとね、手にこうつく、残る。スコンブ再びですね。多分スコンブと同じような素材がこうまぶしてあるんだと思う。すごーい！超リアルでーす。匂いね、ないんだけど嗅いじゃった。シリコンでした。いやー、リアルだなー。これがね、3つということで、ちょっと開封させていただきます。一応ね、開封して、プレゼントしますね。わー！コンビニにね、こうやってたくさん並んでるよね。今日もね、実はコンビニに行って、こういうスイーツ買おうかなって迷ったんですけど、888円かな？ハロウィンのね、でっかいティラミスがあってびっくりした。さすがに買えなかった。高っと思ってね、買えなかったです。うわー、すごーい、超リアルだ。ミニチュアコンビニ作った時に、このモンブランだけきっと巨大になりそう。ちょっと他のガチャガチャとね、どのぐらいサイズが違うのかも見てみたいですね。ということで、まず、一番初め、ちょっと大きな和栗のモンブランでした。美味しいよね、和栗のモンブラン。食べたいな。あー、ダメだ。これ私用にしますね。そっかそっか。セロテープ取っちゃったからね、これ。続きまして、二つ目いきます。二つ目の黄色も2個あります。何が2個当たったのか、いきましょう。対象年齢がね、7歳以上と書かれてます。オープン！わー！美味しそう！プリンアラモードだ。やば、高級じゃん。おー、
開いてる開いてる、開いちゃってました。わー勝手に開いたわ。すごい、これもシリコンかな全部。おお、びっくりした、これ本物だったらもうぐっちゃぐちゃよ今。スクイーズ見てください、この感じ。わーすごい、スクイーズでした。その他はあシリコンですね。さすがプリンだけは柔らかくしてあるんだ、すごい。人肌のゲルをもっとプリプリにした感じですね。超吸い付くって感じです。こちらもねカロリーの方が書かれていない、ゼロキロカロリー、夢のスイーツですね。はい、でもう一つプリンアラモード。本当だ、モンブランとね全然サイズが違います、びっくり。ちょっとこれコンビニにあったら今日のティラミスだな。私が見たティラミスもデーンってすごい、一つだけすごかったんですよね。800円のティラミス誰か買うのかな。お友達と分けるって言ってもねそこまで大きくなかったんですよ。コストコのティラミス買った方がお得だなって思ってしまって買わなかったんですけど、わーかわいいね、全然ちょっと大きさが違いますね。2つ目はプリンアラモードでした。迷っちゃうな、どっちを食べようかね。続きまして3つ目いきます。3つ目、ここからはダブりがなしです。いきましょう、何が当たったかな。オーブン、わロールケーキじゃない、わリアルだ、すごい。お、これはさらにこう袋の中にロールケーキと、わー素敵。これはねリッチロールケーキだそうです。リッチ素敵だわ。牛乳と有機卵のリッチロールケーキ、開けろと言ってますか。これはね袋を破くと元には戻せませんっていうことはもう開けてくださいっていう訳ですね。訳すと開けましょう。さあリッチを体験しましょうか。これはね硬い感じ、多分クリームのところもシリコンじゃないかなって思う。開きますよ、オープン。うわーすごい、内側の焼き色リアル。ロールケーキってこのこうなってるんですよね、裏はねこのような感じ、このクリームの部分。あ硬いね、さすがにここはシリコンですね。パーツもプラスチック、うん、このロールケーキのスポンジも硬いです。うわー食べたい。皆さんはどのスイーツにしますか、今どれが食べたい気分ですか。はい、ということで3つ目、リッチロールケーキでした。食べたい。続きまして4つ目いきます。4つ目、すごいコンプしてますねこれ。やばー、オープン、わーこれ好き、バナナロールです。スーパーにもあるじゃないですか、たまに買っちゃいます。美味しいですよね、これ丸ごとバナナでしょ。うわー、これこう両サイドこれ開くのかな、ちょっと開けてみようか。パッケージはこのような感じです。クリームたっぷりバナナロール、すっごい細かいね作りが、裏までリアル。ゼロキロカロリー、食べたいなゼロキロなら。このクリームの質感を見てほしい。なんだろう、このなんかきめ細かい感じがねすごく再現されてるの。ちょっと画像ではね、この画面では伝わりにくいかもしれないんですけど、表面がねまさにクリームなんですよ。うわー生地もリアルだし、ちゃんと焼き色ついてるし美味しそうだ。中にはバナナが入ってるんですね。いよいよラスト、さあ夢のコンプリートです。ワッフル、ミニワッフル3個入りあるよね、こういうスイーツ。うーわーすごい、パック入りスイーツです、かわいい。うわーカスタードかな、どう柔らかいか、やや柔らかいですね、シリコンだけどねやや柔らかい。うわーかわいい、どうでしょうか。3人で分け合えますね、シェアできる。いやー素敵、もうこういうの大好きです。こういうガチャガチャねテンション上がりますね。プリンアラモードとね和栗のモンブランで苦戦はしましたが、ラインナップはね
全て揃えることができました。皆さんは今何を食べたい気分ですか？私はね、モンブラン大好きなんで、やっぱモンブランかな、モンブランかな。でもバナナのこの生クリームを食べたい。本日のお気に入りは全てです。もう全部可愛かった、全部食べます。本日もご視聴ありがとうございました。 LINE 公式アカウントではプライベートな限定動画を投稿中です。ぜひお友達になってください。